義士47図、村松喜平秀直村松秀直元禄16年2月4日は、江戸時代前期の武士。赤穂浪士47士の一人。通称は喜平。寛永19年、浪人の堀江久右衛門の長男として、江戸で生まれた。父、久右衛門は町人に身を落とすが、秀直自身は寛文元年頃に、赤穂藩士で和算学者の村松茂清の婿養子に入り、武士の身分を保った。茂清には村松半太夫という実子がいたが、家を飛び出して行方不明になっていたため、秀直が婿養子に迎え入れられたのである。元禄9年に養父、茂清が死去し、村松家の家督を継いだ。赤穂藩では、江戸詰の淵奉行また衆門改めとして仕えた。長く江戸詰であり、元禄14年3月14日に、主君、浅野長典が、吉良義仲に刃傷に及んだ際にも秀直も、その長男、村松高直も江戸にあった。すぐさま赤穂へ向かい、大石義雄に、進門欠版書を提出した。その後、江戸へ戻ると、はじめ南八丁堀築地小田原町、後吉良邸のある本所に借家し、高士園と合して医者になりすましながら、吉良の動向を探った。しかし金に苦労したようで大石から一両の借金をしている。その後、長男、光直と共に、吉良邸討ち入りに参加し、表門隊に属した。本会後、長府藩毛利家にお預かりとなり、道家家臣、田上五左衛門の介釈で切腹した。享年62。主君、浅野長典と同じ江戸の高輪泉岳寺に葬られた。法名は俳優梅見真治。秀直の次男村松正右衛門は、旗本小笠原長門守の家臣になっていたが、父と兄に連座して、伊豆大島へ流された。宝永3年に、清右衛門の依願赦免が認められて、他の赤穂浪士たちの維持よりも一足早く、江戸へ戻った。道雲寺で出家し、部祖めと号する。さらに、宝永6年には、赤穂浪士維持全員に大赦があったので還俗し、小笠原長門守に再び仕えることができたという。しかし、小笠原家の礼法や式典を重んじる家風と合わず、去る。後年、武州石山の田舎で暮らしその終わりはつまびらかでない。義人録など、赤穂市内にある村松喜平の石版にも、同句が刻まれる。赤穂大石神社、義士宝物殿本家の譜代大名。小笠原長重は老中であり、世間の評判は別として、公儀が罪人とした者の遺族登用を遠慮したとも、伝わる赤穂詩編三筆、赤穂47熾烈伝。ありがとうございます。